ソリブ人は、抗ウイルス薬の一つで、チミジンのアナログである。ウイルス感染症の治療薬として、特に単純、ヘルペスウイルス、追悼、帯状疱疹ウイルス、EB ウイルスに有効である。1979年に、ヤマサ醸油により新規合成され、1993年9月3日に、日本商事より商品名ユースビルが販売された。エーが、販売提携していた。 1993年の販売開始からの事故は、ソリブ人薬害事件などとして知られ、日本国内では、治験段階で3人、1993年9月の発売後1年間に15人の死者を出し、販売は自主的に停止された。ソリブ人は単純、ヘルペスウイルス1型、水糖、帯状疱疹ウイルス、EB ウイルスに効果のある抗ヘルペスウイルス剤で、 当時のヘルペス治療の第一選択薬だったアシクロビルより VZVA のウイルス活性は2000から3000倍強い。また、有効な治療方法がない EB ウイルスにも効果がある。体重方針に対する服用量は成人1日 50mg3 回でアシクロビル内服の20分の1以下である。アメリカのブリストールマイヤーズスクイブが ヤマサ醤油からのライセンスを受けて開発し、FDA に申請した、成人服用量は 40mg1 日1回で、アシクロビル内服の100分の1である。ソリブ人は、チミジンのアナログであり、非環状グアニンヌクレオシドのアシクロビルとは構造を、意味する。ソリブ人が、アシクロビルより、VZV に強い活性を示すのは、第一に VZV のチミジンキナーゼ対する、 神話性が圧倒的に高いこと、すなわち、著しくリン酸化されやすいことにあり、また、アシクロビルの活性化とは異なり、ソリブジ一1リン酸は、細胞のキナーゼでは次の段階のリン酸化はされず、ソリブジンの2段階目のリン酸化もウイルスの、チミジンキナーゼにより行われることによる。HSV-2 のチミジンキナーゼは、チミジル酸キナーゼ活性が微弱なためソリブジンの、 HSV-2 に対する作用は、著しく弱い。ソリブジンは、ヘルペスウイルスのチミジンキナーゼで、特異的にリン酸化されて酸ン酸化体の活性体となり、おそらく、チェンターミネーターとして働き、ウイルスの DNA 差の中には取り込まれることなく、ウイルスの DNA ポリメラーゼを阻害し、あるいは直接、DNA ポリメラーゼを阻害し、DNA の複製を阻害することで、 ウイルスの増殖を阻害する。消化管吸収に優れ、消化管から吸収された後は、大半が分解されることなく、尿として排出される。添付文書に記載される臨床試験内の副作用発現率は3.5%で、内訳は、発熱、悪心、大きい、嘔吐、食欲不振、上腹部痛、発疹となっている。このデータには、 口述する後 FUK 代謝執行薬との相互作用による副作用は含まれていない。日本国内では知見段階で3人、1993年9月の発売後1年間に15人の死者を出している。ソリブ人の一部は腸内細菌の作用でブロモビニルウラシルに代謝分解される。このブロモビニルウラシルはフルオロウラシルの代謝酵素である、 EPD と結合して、不可逆的に阻害し、5FU の血中濃度を上げ、5FU の副作用である、白血球減少、血小板減少などの血液障害や重篤な消化管障害を引き起こす、口実する薬害事件の生じる原因である。構造式からは、相互作用の生じることは予測可能ではないが、開発途中で実施した 5FU との併用毒性の、 動物実験の結果を十分考慮し、5FUK 薬剤を併用禁畿にし、使用する医師や薬剤師がこれを遵守すれば発売後の薬害事件を防ぐことができた。1979年、山佐上油がソリブジンを新規に合成し、上述のごとき、ヘルペスウイルス、特に HSV-1 と VZV に対する選択性の高い強力な抗ウイルス作用を確認した。 1985年から日本商事と蛍光帯情報新薬として共同開発を進めた。1988年、ヤマサ醤油は米国のスクイーブ社に海外の開発及び販売権をライセンスした。1993年9月3日、高ウイルス剤として日本商事から発売される。しかし、発売後1ヶ月足らずで、 フルオロウラシル系抗がん剤との併用で重篤な副作用が発生する。9月20日に A 材側から市販後最初の1例目の副作用情報が日本商事に寄せられたと報告されている。1994年9月に厚生省から公表されたソリブ人による副作用に関する調査結果によれば、 1993年10月8日に中央薬事審議会の副作用報告調査会が開催され、その諮問を受け厚生省は緊急安全性情報の医療機関への配布を指示した。10月12日、厚生省はソリブ人とも FU 契約罪との相互作用による死亡3例を含む7例の重篤な副作用発言を記者発表した。同日、 日本商事も大阪証券記者クラブにて重篤な副作用の発言と製品の出荷停止の措置を発表した。12日に自主的安全性情報、13日に緊急安全性情報を医療機関に配布し、11月19日より自主回収を実施した。日本商事の調査の結果、23例で副作用発言となった。 1994年3月5日、同社株のインサイダー取引による疑惑が持ち上がる。ソリブ人の相互作用による副作用で死亡事故が発生したことが公表されるまでに、日本商事の役職員、社員とユースビルに関わった英材社員、さらには取引先の医師やその家族がそれぞれ事故、保有している日本商事や英材の株式を売却し、 株価下落の損失を回避したことが、証券取引法違反に問われた。これにより、日本商事の服部光一社長が辞任する。日本商事は、ユースビル城の復活を期して、アメリカにおけるソリブ人開発の進捗を中止していた。しかし、1996年7月、ソリブ人の NDA が審査の途中で取り下げられたため、アメリカでの開発は中止となった。これを受け、 日本商事は、ユースビル上の販売を断念した。なお、ユースビルは、薬害と言われながらも日本商事の自主回収であり、当時の厚生省から、承認取り消しはされなかった。つまり、厚生省は併用禁止の徹底や、安全性情報の提供など方策を練れば、再発売が可能な道筋をつけていたのである。しかし、日本商事側が、自主的に承認を取り下げたことにより、 ソリブ人は市場から姿を消し、2008年にファムシクロビルの承認が降りるまで長きにわたって、日本での体上方針治療薬はアシクロビル系統のみとなっていた。ともなって添付文書の相互作用の項の不備が指摘され、1995年頃には厚生省に医薬品適正使用推進方策検討委員会が設置され、そのうちの一つの 添付文書の改善に関する研究班が添付文書の見直しを行った。1996年には様々な記載要項などが定められた。ソリブ人事件に関するカテゴリー。ありがとうございます。